コイキングさん頑張って。ここで単色の渡るを倒せばコイキング一匹でポケモンリーグ制覇の偉業を成し遂げますよ。ドブ川の恋の意地見せたれやついにそこら辺のドブにいるのが多いが、一匹でアイテムすら一切禁止で四天王とチャンピオンぶっ倒した。お、勝利者インタビューですか。そうなんです。あそこで渡るの髪の毛をちぎっては投げ、ちぎっては投げ、そして最後はコイキングさんの胴回し回転蹴りが。この賞金は事務所の借金返済に当てたいと。いや、リーグ制覇なんて生ぬるい。我々にはまだ強大な敵が残っているでしょう。まさか税務署っすか。マジでやばい。前回ポケモン史上最弱のコイキング一匹で、アイテムすら禁止で完全制覇したポケモンリーグ。しかし四天王なんて雑魚だったと思い知らされる裏ボス、レッドゼンがやってきた。HP1 で最強の技を繰り出すも、レベル80を超えるしょっぱなピカチュウには5秒殺負けで全く通じず。最後は HP1 に最強の遺伝子を埋め込み、誰も見たことないある戦法に全てをかけた。誰も見たことない史上最強のコイキング、ついに爆誕か。今企画のルールは以上の通り。まずコイキング1匹でレッドに挑戦。引き続きアイテム類は一切使用禁止。持ち物は OK。今回裏ボス、レッド殿に挑戦するのは、前回アイテムなしでポケモンリーグ制覇を果たしたあの恋。通信交換や不思議な贈り物などは使用禁止。あくまでこの金の物語内で達成を目指します。以上のルールでコイキング1匹でレッド殿に挑み、なんとかあの鬼畜な6匹をぶっ倒して真の完全クリアを目指します。この土曜のやり込みメイン動画以外にも、水曜19時より実況系の投稿やショート動画、月1、2回ライブ配信もやる予定なので、チャンネル登録などして応援してもらえると嬉しいです。それでは誰も見たことのない史上最強のコイキング爆誕の瞬間です。あれ？お母さんのお手伝いですか？今回の企画を最後にもう二度と故郷の地を踏めないかもしれないから最後の親孝行の最中らしい。レッドさんに一体何されると思ってるんすか？でもいい香りですねー。何作ってんの？恋のムニエルだけど。さっきからコイキングさん見当たらないんだけど大丈夫ですよね？それでは親孝行も済んだところで企画の再開。今企画最大の目的、レッドさんは、関東地方のジムリーダーを全員倒すと入れる、白金山というところに生息しています。生息しているわけではないでしょう。我々プレイヤーを待ってくれているんですよ。そしてその白金山の入り口は、地元若葉タウンから東の湖を越えた先にあるとの報告が。おや？でもこの滝を登っていく必要がありそうですね。ヨウムン、ちょっとこの滝登って様子見てきてくれる？任されよう。おやー。無理だったか。ヨウムンにロープつけて登ろうと思ってたけど無理だったので、ちゃんと滝登りを覚えたポケモンを用意してきました。この日を境にヨウムンが悔しさから水泳でオリンピックを目指し出したことは言うまでもない。やっと湿っぽい洞窟を抜けましたね。ここからは景色でも楽しみながらサイクリングでも。おや？なんか自転車屋の親父から電話が。なんでも我々が走る広告塔になったおかげで自転車がバカ売れしてるんだとか。てかこの自転車まだ我々のものじゃなかったんですね。ヨウムンなんて完全に私物化してこんな感じに改造しまくってるからね。どこの世紀末なんすか。そしてついに白金山に向かう関所的なところに到着。こらこら、建物内を自転車で走っちゃいかんでしょ。この人の後ろに白金山へ通じる道が。ってあれ？なんか通れないんだけど。ちゃんと YouTube 撮影の許可取ってんの？ちょっと待って、今電話で確認するわ。どうだった？あ、なんかマサラタウンの大木戸博士の許可がないとダメらしい。あのじいさんそんな権力持ってたのか。ということでマサラタウンにやってきました。ここがかの有名なサトシさんの地元ですか。あのサトシさんもこんなど田舎から成り上がったんですよ。てかこの村まともな家二つしかないじゃないですか。後にポケモンリーグでチャンピオンの座を争うことになるサトシさんとそのライバルの家がこんな徒歩10秒のご近所に。ジョースター家と美を超える因縁じゃないですか。そしてここにある大木戸博士の研究所へ向かいましょう。おいっす。大木戸博士おっさー。関東地方のジムバッジをすべて手に入れているので、ここで大木戸博士に話しかけることで白金山へ入れるようになるらしい。無事 YouTube 撮影の許可がおりました。で、なんかついでにポケモン図鑑チェックされてんだけど。やめろー。そんなところに力を割いてないんだー。11匹というこれまで達成した快挙が一気に霞んでいくヘボい数字を目の当たりにした大木戸の反応は。なんとかモンスターボールの使い方は理解していると認められました。実際は説明書すら読んでません。許可が取れたところでついに白金山への道が切り開かれます。先ほどまで邪魔をしていたおじさんもどこかへ行ったようです。そして白金山前最後のポケモンセンターへ。ここでもうコイキング以外は全て預けて一匹にしておきます。皆さん、サポートお疲れ様でした。それでは白金山への挑戦。白金山ってどんなところなんかな。
って真っ暗で何も見えないんすけど。しまった。これ本来はフラッシュ覚えてるポケモン連れてくるんだけど、コイキングさん当然フラッシュなんて覚えないから、この暗黒を頑張って突っ切っていくしかない。言って、なんか石につまずきました。こんな暗黒空間明かりなしで歩けるわけねえだろ。それでもなんとか行くしかない。かくして我々は、白金山に潜むまさかの敵と戦うことになった。レッドなんて言ってる場合じゃなかった。マジで昔やった記憶を頼りに壁にぶつかりながら進んでいくしかない。言ってて、霊夢さん、こっちは壁があります。だから霊夢さんが進んでる方が正しいかも。むほ、こっちは天井が低すぎるだろ。ヨウムン、こっち地面出っ張ってるから気をつけて。あいよ、行って。もう、行った先から。あ、霊夢さんこっち見て。何よ？キャー。頭ぶつけないでよ。もうお星様がキラキラですねー。そしてなんとか暗闇のエリアを脱出に成功。よかったー。これ白金山全体が暗黒大陸だったらどうしようかと思いましたよ。そしてついに白金山最深部である男と出会うことに。なんでこの人こんな陰気なところにいるんすか。それでは裏ボス、レッドさんのステータスは以上の通り。初代ポケモン、ピカチュウ版の主人公。能力の高さと引き換えに陰気度は非常に高く、このような洞窟の奥に生息。ネットで自身の死亡説を見た時は3日寝込んだ。煽りたい青年じゃねえかよ。手持ちのポケモンはすべてレベル70を超える化け物。これをコイキングさん1匹で倒してこそ真のエンディングとなります。ここで前回の四天王編で見事リーグ制覇を成し遂げたコイキングさんのステータスをご紹介。これはあえて特に個体値厳選することなく、本当に地元、若葉タウンの裏の湖で釣ったただのコイ。ステータスも非凡なものは何一つなく、むしろレベル100にしてはあまりに低いことが非凡なのかもしれないと考えさせられる今日この頃。哲学的です。そして技は素で覚える、というか素で覚えた技しか使えない体当たり、ジタバタ、そして跳ねる。前回のポケモンリーグ戦で長丁場を突破するために、ポイントアップを使用して体当たりとジタバタは PP を限界まで上げています。まずは持ち物など何も持たせずに挑戦しましょう。とても無口なお方でいらっしゃるようです。それでは初っ端のポケモンは、あの我がチャンネルでも特集を組んだことがあるピカチュウ殿。お、ピカチュウさんお久しぶりです。相変わらず羽振りが良さそうですね。そしてこのピカチュウさんの最も怖いところは、レベル81もあるのに加えて電気タイプでコイキングの弱点であること。なのでこちらはレベル100で大きく上回っていますが、果たして電気タイプの技がどれだけ効くのかが勝負の分かれ目。コイキングさん必殺の体当たり3分の1も効いてないですよ。なるほど。やはり前回の四天王やチャンピオンとは格が全く違うということか。四天王なんかはこのレベル100のコイキングさんの体当たりで結構一撃で倒せてたんですけどね。しかしレベル81相手だとそうもいかん。てかピカチュウさん雷落としてきてますよ。電気タイプ最強の技がどれくらい効くのか想像もつかん。だからもう雷落とされる前に頑張って体当たりで仕留めたい。なんとか2発目の雷も避けることに成功。そう、しかしまさかあと一歩のところでレッドさんがピカチュウさんに回復の薬をしよう。ここまで雷を決死の思いで避けて体当たりを叩き込んできたにもかかわらず、また振り出しに戻されました。どうやら今のコイキングさんの体当たりは、4発ほど当てるとこの鉄壁のピカチュウさんを仕留められるようですね。いやー、ついに雷が池の声に直撃したー。どれだけ効くのか完全なる未知数。やばい、コイキングさんの HP がまるで大暴落した株のようにどんどん加工していきますよ。ギリギリ残ったー。こうなったらこの HP17 を最大限に使うしかない。ここからあのチャンピオンワタルをも倒した必殺ジタバタで攻め立てます。でもここで一撃で倒せなかったらもう後がない。やったか？なんとか初戦のピカチュウ戦を HP17 のジタバタで仕留めることに成功。続いては初代ポケモンといったらこのお方。不思議花さんのご登場。よりによってこの不思議花さんも草タイプなので、コイキングさんにとって非常に相性が悪い。てか HP17 のジタバタ全く効いてないっすよ。これはまずすぎる。ちなみにジタバタとは、使用者の残り HP が低いほど威力が増す必殺技。なのでこの HP17 だと最強クラスの威力となってるはずですが、今見た感じ4分の1くらいしか効いてないように見えます。てかここで草タイプ最強のソーラービーム来たー。コイキングさんの弱点なのと、そもそも HP17 しかなかったので、もうコイキングさん骨までコッパみじんになって吹き飛ばされました。皆さん、これが持ち物など何も持たせてない素の状態でのコイキングさんの勇姿です。同じ条件で再び挑戦。あれ？レッドさん今後ろに何か隠したような。あれはデジモンですね。子供の頃を懐かしんでやっていたんでしょう。世代すぎるでしょ。レッドさんは今グレイモンのようですね。成長期と成熟期で15回ずつ戦闘をして、勝率 70% 以上ならもうほぼメタルグレイモンになれるでしょう。何の情報？それではコイキングさんにはまた体当たりで攻めてもらいます。もしまた雷が当たったらもうジタバタに切り替えていこうかと。てか今回は一発目で雷当たっちゃってます。雷の命中率7割なのに。てか池の声に雷が落ちる可能性が7割なんてありえねえだろ。どうなってんだ。今回はなんとか HP24 残ってくれました。ただここから何か食らえば一撃でやられるという状況。幸いなことに、この雷一発食らった状態では、ジタバタの威力でピカチュウさんを一撃で倒せるようなのでそこは安心。
そして問題はこの後の不思議花さん。こいつにジタバタがほとんど効いてなかったのでもうどうしようもない。しかも今回はさっきよりも HP が高い24。だからジタバタをしたところで威力はたかが知れてるでしょう。まあ4分の1、3分の1といったところですね。てかまたですよ。こいつは1ターン目で必ずソーラービームの準備に入るんですか？コイキング相手だとそうっぽいかも。だからこの2ターン目で確実に倒せないとその後のソーラービームで一撃で沈んじゃう。コイキングさんが HP 全開でもおそらくはソーラービームで一撃かと。なのでこの何も持たせない状態ではどうしようもないことが判明。まずこの不思議花さんで詰みます。なので必ず同じ結末になるので、ここから持ち物を持たせて突破口を見つけていきましょう。ここで持ち物で突破口になり得るものをご紹介。我々が選ぶのは全部で6つ。まずは食べ残し。これは前回のリーグ制覇編で大活躍したもの。最大 HP の16分の1毎ターン回復してくれます。そしてお次はピンクのリボン。これはノーマルタイプの技の威力を 1.1 倍にしてくれる。まあでも体当たりやジタバタはノーマルタイプですが、これの威力が 1.1 倍になったところで、って感じ。そもそも残り HP 依存のジタバタが威力上がるかどうかは不明。なのでこれは却下します。そして王者の印。これは攻撃時に相手をひるませるもの。これは使ってみてもいいんじゃないかなって。そしてピントレンズと光の粉ですが、それぞれ技の急所率が上がったり、相手からの攻撃命中率が下がったりと戦況を変えてくれる可能性大。でも、獲得するために通信交換や不思議な贈り物などを経由する必要があるため、今回はルール的に除外。そして最後の破壊の遺伝子は、攻撃力が上がる代わりに、こちらが常に混乱状態になるというもの。まあこれも使えそうなので一応。ということで蒸気の中から3つを使って検証していこうかと。まずは前回ポケモンリーグ制覇編の MVP、食べ残しから挑戦です。嫌ですよー。一体誰の食べ残しなんですか？本当にバッチリアイテムですよね。ここなんてカビが生えかけてますよ。ほら、見せんでいいわ。それでは再びレッド戦に突入。今回は前回リーグ制覇編で大活躍した食べ残し。これは持ち主の HP を毎ターン16分の1回復してくれる優れもの。確かにほんのちょっとなんですが、敵からのダメージが少ないと、この16分の1でも十分すぎるくらいの回復量だったのが四天王戦。しかし今回のレッド戦は全く状況が違う。そもそも最初の2匹が電気と草という弱点だらけ。なので果たしてこの食べ残しの16分の1の回復量で、ピカチュウさんたちからのダメージをしのぐことが可能なのかどうか。てかいきなり雷のお土産をいただいてますけど。大丈夫。HP が残ることを信じて見守りましょう。ここでちょっと回復して HP47 に落ち着きました。まあどっちにしろ次に雷食らったらひとたまりもないでしょうね。ざまあ見ろ、お前どっちの味方なんだよ。でもってここでピカチュウさんはジタバタで倒せました。ここで入れ替えの際にも HP がちょっと回復してくれます。問題はこの不思議花さん。これ逆に HP がちょっとずつ回復してるから、ジタバタの威力が落ちてきてるんですよね。なのでどうしたものか。やっぱりさっきよりも効いていませんね。で、ここで例のごとくソーラービームのために入るんでしょ？本当にワンパターンなカエルだな、おい。もうこれ回復アイテムも禁止だから、次のターンどうしようもねえぞ。なんとか半分以上は削れましたが、この後に来るソーラービームで再びコイキングさんは消し済みに。もうこのパターンをなんとかして崩さないと先はないといった感じ。結論としては、食べ残しであっても全くこのパターンを崩せない。じゃあどうすんのよ。お次はあの持ち物を使ってみましょう。今度はこの王者の印を持たせます。これは攻撃時に256分の30の確率で相手をひるませる。つまりこれで攻撃した時にこの256分の30を引きまくれば、なんとかピカチュウさんたちからの攻撃をもらわずに倒せるんじゃないかって。あんたバカなん。それ小学生レベルの発想ですよ。それではこの王者の印でのひるませ作戦でレッド戦の開始。攻撃方法なんかはこれまでと全く変わりません。HP に余裕がある最初の方は体当たり。そして HP がギリギリになってからはジタバタの威力にかけます。一発目の体当たり運力急所に当たって一気にピカチュウの HP 半分以上削れましたよ。でもここでいつものように雷が直撃。これで一気にもう HP がギリギリまで減らされます。で、しかもレッドさんピカチュウに回復の薬使ってきました。これもういつもの展開に入っちゃってないですか？てか王者の印はいつ発動すんの？てここで電光石火とか。これ偶然すぎるんじゃね？ HP1 とか。これはある意味最高の状態かと。今 HP1 なのでジタバタの威力が最大限マックスに上がっています。で、この最高威力のジタバタでどれだけ不思議花さんの HP を減らせるのかが気になるところ。おーおー、半分以上効いていますよ。不思議花さんバカだからソーラービームのために入るでしょ？だから2発叩き込めてついに不思議花を突破に成功。ここからは完全に未知の世界に突入。果たしてジタバタがどれほど効くか。続いてはペットとしても人気大爆発中の F さん。この気品のある見た目はお金持ちに大人気とのこと。エスパータイプらしいからサイコキネシスとか使ってくる。この一撃で倒せないと次の攻撃でほぼ確実にやられる。でも見事に一撃で KO。
この HP1 での威力はさすがの一言。そして続いてはなんと最強のポケモンとの呼び声も高いカビゴン殿。この HP1 でのジタバタがカビゴンにどれだけ通用するかがポイント。一撃で倒せないとかなり絶望的な状況に。倒せなかったヨウムン、今すぐカビゴンさんののしかかりを抑えてきて。私まで押し花にされちゃいます。絶望ですね。コイキングさんペラッペラのワシみたいになっちゃってます。それはそれで嬉そうなんすけど。てか王者の印なんてこんなもんですよ。偶然 HP1 になったから前線できただけで、王者の印は何の役にも立っていません。確かに一回もひるまなかったような。なのでこれもボツ。だからこれから最後の持ち物にかけようと思います。やってきたのはかすみじょうちゃんがいる花田式。ここに最後の希望となるある持ち物が存在します。なんなんすか。そんな裏の用水路なんて通って。ここですここです。なんか戦闘が始まりましたよ。まさかここで戦うポケモンがポイントなんですか。いや、偶然金魚が出てきただけです。別に我々は金魚救いに来たわけではありません。ここを調べると破壊の遺伝子をゲット。なんでもこれはミュウツーの遺伝子の一部とかなんとか。え、じゃあこれをコイキングさんに埋め込んでコイキング中にでもするんですか。まあそんな感じかと。今回使う破壊の遺伝子は、持たせておくと戦闘開始直後に消耗品として処理され、ポケモンの攻撃力を2段階上げてくれる代わりに、その後常に混乱状態になってしまうというもの。あれっすね。ドラクエ3とかにあったハンナの面っぽいですね。正確には常に混乱といっても、実は混乱状態は255ターンまでらしいですが、他にもその前に出していたポケモンが混乱状態だった場合など、いろんな条件で混乱ターン数が変わりますが、今回は割愛します。コイキングさんの攻撃はすべてノーマルタイプ。なのでこの破壊の遺伝子で攻撃力を2段階上げれば、体当たりの威力などが一気に爆上がりするのではないかと。なるほど。ただ、残り HP に依存するジタバタの威力も上がるかは、実際やってみないとわからない。なので不確定要素が多すぎる賭けってことね。そして今戦闘開始直後に破壊の遺伝子は使用され、コイキングさんが冷めない混乱に陥りました。ポケモンでは、混乱状態になると、2分の1の確率でタイプなし威力40の物理攻撃を自分にしてしまう。てか体当たりの威力めっちゃ上がってますよ。急所に当たった時くらい威力が出てました。まずは体当たりの威力はぐっと上がってますね。あとはジタバタの威力がどうなるかといったところ。つまりこの破壊の遺伝子作戦は、混乱状態の2分の1での正常な攻撃を引き続け、一気に相手の HP を削ろうというもの。いやあ、コイキングさん自分に攻撃してそのままぽっくりと。まあこんなのなんて日常茶飯事ですよ。とにかくこの2分の1での正常攻撃を引き続けるまで粘りますよ。とにかくコイキングさんの攻撃力は圧倒的に上がってるので、あとはこのコイが正常に動いてさえくれれば、もしかしたら突破口が見えるかも。このピカチュウさんは今の強化コイキングなら、体当たり2発、もしくはもう今まで通り HP 減ってからのジタバタで倒せます。くそ、今体当たり2発でノーダメージ撃破できそうだったのに。ギリギリのところでレッドさんが回復の薬をまた使ってます。でも多分この次雷来るからそれが外れれば。って、そういや回復の薬を使ったターンも体当たり当ててるから、もう次のターン先制して倒せるんですね。これはもう受けました。続いては不思議花。不思議花には攻撃がどれくらい効くのか。やべ、でも不思議花さんソーラービームの準備を着々と進めていってますよ。てか全然体当たり効かねえな。せっかく攻撃力強化してんのにこれじゃあ活路なんてねえぞ。ソーラービームって HP 全開くらいで食らったことないけど、多分これ言うまでもなく一撃でやられちゃうんですよね。その通りでしたね。結論としては、またしても破壊の遺伝子を使っても活路は全く見出せませんでした。これどんな持ち物使っても勝てないじゃないすか。もうコイキングさんこの金魚鉢に入れて若葉タウンに帰りませんか。いや、まだです。やっぱり金魚鉢じゃ失礼に値しますか。せめてこれですよ。キングだから。コイキングさんちっちゃ、捕食されますよ。確かに破壊の遺伝子だけでは勝てませんね。だからいくつかの要素を複合させるときなんですよ。これ別にルール上最初から HP を1にしておいても全く問題ないので、先に雑魚敵相手に HP を1にしておきました。どういうことなん？速攻でやられちゃうじゃないの。そうではなくて、最初から HP1 ならジタバタの最高威力が出せるじゃん。その最高威力をおそらくですが威力が上がるであろう破壊の遺伝子を使ってもっと限界突破の威力にして、レッドの持つ6匹全員を一撃で何もさせずに KO すればいいんじゃねって。霊夢さん、あんたやっぱり天才だわ。それならもう相手が何の技使ってこようが何も関係なしに、全員を1ターン撃破できるから一番いいじゃん。問題は果たしてこの破壊の遺伝子と HP1 の威力で、全員を一撃で倒せるかというところ。あと毎回2分の1の確率で正常な攻撃をしてくれるかというところ。言うまでもなく混乱で自分を攻撃したら、1、ってレイムさん、ピカチュウ電光石化使ってきてますよ。なんて頭のいいネズミなんだ。我々の希望を根こそぎ狩るような行動ですよ。もう見てこの、笑顔。憎たらしい。電光石化とは本当に一本取られました。でもこんなことで諦める我々ではありませんよ。
本当に毎回電光石火を使ってくるものなのか。そこは、ほれ、ネズミだから、そこまで頭良くはないでしょう。さっきのも偶然じゃないの？確かにネズミがこんなに頭いいわけないしな。多分今回は雷とか使ってきそうな顔してるし。それじゃネズミお嬢でやー。どんだけこのネズミ性格悪いんだよ。ピカチュウの腹黒さが際立つ回になりそうです。我々のチャンネルのポケモン企画一発目でピカチュウ企画してやった思わだで返しやがって。まあ所詮ネズミだからね。これマジで今回も電光石火使ってきたら、もう本格的に他の作戦を考えた方がいいかも。電光石火は命中率 100% ですが、ポケモンの使用上、多分 100% って256分の255だと思うから、0.4% で外れるとは思うけど。そんなの当てにしてたらいつまで経っても倒せない。そりゃ目の前も真っ白になるわ。こうなったらもう最初から HP1 作戦を諦めて、ピカチュウの雷を食らう前提で HP を調整してみましょう。今回はコイキングの HP をあえて185という中途半端な値にしています。そうすることでここでわざとピカチュウの雷を食らって、そのダメージで HP を瀕死の状態にしていこうかと。そうでないと先ほどのように、初っ端電光石きたきたきたなんと偶然にも HP1 になることに成功。そしてここからがポイント。さっきは HP1 だと電光石火取られてたけど。今ピカチュウの HP かなり減らしてるじゃん。うん。この状態だともちろん電光石火ほぼ 100% くらいの確率で使ってきますが、ごく稀にレッドが回復の薬を使ってくるんですよ。そうそうこんな感じに。だからピカチュウの 100% 電光石火のコンピューターを崩すには、ある程度大きなダメージを事前に与えてから HP1 になることが必要だと判明。霊夢さん、あんた天才なんですか？だから今本来なら電光石火を使ってくる場面でしたが、なんとかレッドさんの判断ミスで回復の薬を使ってくれたので、こうやってほぼ勝つことができないであろうピカチュウ戦を、なんとか電光石火を使わせずに勝ち切ることができました。そしてここからついに HP1 での未知の世界へ突入。果たして HP1 と破壊の遺伝子を組み込んだジタバタは、不思議花さんを一撃で倒すことが可能なのか。ただ不思議花さんの場合は、1ターン目にほぼソーラービームの準備に入るので、仮に倒せなくてもなんとかなりますが。いやなりませんよ。ほへ。ここで忘れたらダメなのは、コイキングは常に混乱しているということ。毎回2分の1での攻撃判定があり、失敗したら自分を攻撃して自滅。だからできるだけ少ない回数で倒さないと、無駄に自滅する確率を上げてしまいます。結局ピカチュウ戦以降は、5000全部2分の1を5連続で引かないとダメ。1回のミスすら許されないんですね。そういうこと。そして問題はこの破壊の遺伝子の効果でちゃんとカビゴンを一撃で倒せるのかどうか。おそらくですが、不思議花さんを先ほどジタバタで一撃で倒したので、多分カメックスやリザードンも一撃で倒せると思うんですよね。で、そうなると一匹だけ異質な存在であるこのカビゴン殿。こいつを破壊の遺伝子を組み込んだ威力で一撃 KO できるか。さあどうなる？カビゴン殿は HP が異様に高いので、HP が減るゲージのスピードが異様に遅いんですよね。もうちょっとでゲージが左に行き切ります。頼む、コイキングさんに夢を見させてくれ。ついに初めてカビゴン殿を倒すことに成功した。ついに初めてカビゴン殿を倒し、残りは2体のところまでやってきました。マジでここで混乱で自分に攻撃なんてしたらもう私たち治れませんよ。いや。これカットしてるだけで、もう何回もカメックス、それどころか最後のリザードンでやられてるでしょ？実はそうなんですよ。これまでに8回くらいリザードンまで行きましたが、全部自分への攻撃でやられました。もう何度心が折れかけたことか。で今なんとかカメックスに攻撃できたので、ついに最後のリザードンへたどり着けます。おそらくですが一撃でリザードンも倒せると信じてます。だからあとは最初の混乱の2分の1を引き当てられるかどうか。マジでこのコマンドを押すところで、これまでの失敗が走馬灯のように駆け巡っています。コイキングやってくれたぞー。あとはこれで一撃でリザードンを倒せたのかどうか。いやもうやってくれてると我々信じています。この動画の残り時間的に、あとちょっと。ついに何もルールを解禁することなく、コイキング一匹、回復などのアイテム使用一切なしでレッドを倒したー。なんとそこら辺のドブ川、いや若葉タウンの実家の右にある昔よくザリガニ釣りをした湖で釣ったコイキング一匹で、裏ボス、レッドを倒すことに成功しました。このコイキングはこれから近くの漁業組合で魚拓を取った後、元の若葉タウン実家右の湖に返されることでしょう。生態系壊れるわ。この土曜19時のやり込みメイン動画以外に、水曜19時より実況の投稿またはショート動画、そして月1回くらいライブ配信なども行っていく予定なので、チャンネル登録などして応援してもらえると嬉しいです。てか本当にレッドさん最後まで何も喋んねえな。最後までご視聴ありがとうございました。次回はドラクエで、前代未聞のとんでもない検証を行います。あれはやばい。